おはよう、リョウ。おはよう。よく眠れた？ああ。なあ。どうしたの？今日は一緒に村へ行こう。ああ。うん、急ごう。こうやって歩いてみると、シェンファーの家は随分村から離れてるんだな。ああ、そうね。何か理由が？石切り場。石切り場？そう。あそこは特別な場所。私も入ってはいけない。そうか。特別な石切り場を守るために、あそこに家が。きっと、そうだと思う。父は何も教えてはくれなかったけど。そうか。あの石切り場の竜と鳳凰は一体何のために？わからない。でもあれはシェンファのお父さんが掘ったものなんだろう？うん、きっとそう。でも父一人じゃないと思う。一人じゃない？どういうことだ？多分何代も前から続いてきた仕事。何代も？じゃあシェンファのおじいさんとかも？うん、そのもっと前も。シェンファは昔の話を聞いたことがあるのか？ううん、何も。私が大人になったら話すと父は言っていたけど。じゃああの石切り場が昔からあるのをどうして知っていたんだ？この村の人はみんなそうだから。みんな？うん。石堀氏は何代も前から石堀氏。漁師もそう。畑を耕す人も、牛を育てる人も、どれも何代も前からずっと続いている。そうなのか。それがこの村の暮らし。ここは道場か？そう。ここは武甲館といって、この村に古くからある道場。武甲館。昔はここへ入門するために遠くからいろんな流派の剣法家が集まってきた。でも今は訪れる人もいない。そうなのか。リョウ、時間があったらここで練習するといい。俺もいいのか？うん。今は剣法を志す人すべてに門戸が開かれている。うん？新たな修行者かの？え？日本人か。はい。
ここは武功館。何百年もの間、多くの剣法家が修行を積んできた古の道場じゃ。何百年も。もし進む道を迷った時には、ここで修行を積み技を磨くがよかろう。ここで修行ができるんですか？うん、修行ばかりではない。修行の成果を試合で試すこともできる。やります。試合か、よかろう。ではまずベニトラが相手じゃ。ここでは最下級の武装じゃが、侮れんぞ。じゃ、武功館に入門するか？はい、お願いします。うん、お主の名は？葉月亮です。ではその名の札を用意しよう。まずは最も下の段位からじゃ。段位？うん、上位の者と試合を行って勝てばその段位に昇格するのじゃ。訓風を積み、日々怠ることなく修行に励みなさい。花橋を渡った先に店があったな。ああ、東おじさんの店。東おじさん。そう、みんなに必要なものを何でも売っている店。そうか。りょう、食べ物は持ってる？食べ物？そう、お腹が減ると走れなくなる。そうか、そうだな。だから食べ物は前もって用意しておいた方がいい。村へ行けばお店で売ってるから。ああ、分かった。この草、
これは。これは肝臓という生薬、漢方薬の材料になる。生薬、これが薬になるのか。八花村には肝臓以外にもいろいろな生薬が生えているの。それはどこにあるんだ。どこにでもあるけど、見つけるのはちょっと難しい。そうなのか。でも東王子さんの店に地図があるはず。地図があるのか。漢方薬になる組み合わせの生薬を揃えると東王子さんの店で買い取ってもらえる。そうか、覚えておくよ。誰かいませんか。村の広場の少し先に高い塔があった。あれは。あれは村の鐘楼。鐘楼。山火事が起きたり危険が村に近づいた時に鐘を鳴らして知らせる。それであんなに高いのか。うん。村のどこからでも見えるから道に迷った時の目印になる。そうか。鐘楼を目指せばどこからでも広場に戻れるってことか。うん、わかった、覚えておくよ。すみません。うん、なんだよ若いの。俺様に弟子入りしたいのか。ああ、いえ。お前さん、素人だろ。名前は。葉月亮です。亮か。お前さん、運がいいぞ。どんな素人でも一人前に育てる。それがこの俺様、蘇自由だ。何しろ俺様は珍式太極拳を極めた。いや、結構です。なんだおめえ、俺様の実力を信じてねえな。ああ、いえ、そういうわけでは。よし、俺様の腕を見せてやろうじゃねえか。ここで俺と手合わせだ。はあ、まあ構いませんが。よし、後悔しても遅えぞ。りょうだっけ。せい
ありがとうございました。どうだ、俺様のような達人とやるといい修行になるだろう。え、そうですね。またいつでも相手してやるからな。ジユさん。おう、ちょうどいいところに来た。退屈してたんだよ。手合わせやろうぜ。今はちょっと。なんだよ、つまんねえな。ま、いや、また今度な。すいません。ちょっといいかな。リン、元気？あ、シェーファー。そっか、二人は仲良しなんだね。ゴロツキを見なかったか。リンのお家を荒らした人たち。見てないよ。そうか。すいません。あなた見ない顔ね。月宝さん、この人は私の友達。どうも。あら、そういうことだったの。最近村に来たゴロツキを見ませんでしたか。王さんの家に来たみたいなのよ。ブンさん話してくれないけど。リョウ、ブンさんに話を聞こう。王さん家の奥さん。そうだな。ありがとうございました。あなた、大事な人がいるのに無茶しないでよ。大事な人？シェンファのことよ。いや、俺は。あら、おばちゃん、おせっかいだった？どうも。ちょっといいかな。え、ビレイ。あ、シェンファー。ビレイ、いい子にしてた？うん。このお兄ちゃん誰？この人はリョウ、私のお友達。ちょっといいかな。何？オーブンさんを探してるんだ。ビレイのお母さんに会いたいの。あれ、さっきまでいたのに。月宝おばさんとお話ししてたんだけど。そう、ありがとう。すみません。いらっしゃい。お年玉はどうですか？あの、さあさあどうぞ。いや、俺は。おや、お年玉はお好きでないですか？あの、オーブンさんは？オーブンさんに話を聞きたいの。あら、いない？
きまで話してたんだけど。そうですか。お買い物って言ってたから、もうとうとうどっかへ行っちゃったのね。わかりました。ありがとう。兄さん、兄さん、こっちこっち。ここで木札買わないと遊べないよ。はあ。遊ぶならまずは木札だ。すいません。え、何？文さん。シェンファ？この人はリョウ。私の知り合い。あら、そうなの。ゴロツキの行方を追ってるんです。文さん、お家にゴロツキが来たの？そうなのよ。でも旦那がすぐに追っ払ってくれたの。こういう時はすっごく頼りになるから。そいつらは何をしに？こっちが聞きたいわよ。石堀氏はどこだとかわめいてて、私は奥にいて何も見てないし、あとは旦那に聞いてみないと。そうですか。リョウ、世人さんに話を聞いてみよう。文さんの旦那さん。そうだな。ありがとうございました。ありがとう、文さん。噂は聞いとる。あんたシェンファの友達じゃろう。ハズキです。ほほう、腕っぷしが強そうじゃな。はあ。あんたのような若者には散歩だドリンクが必要じゃろう。散歩だドリンク？猛毒の蛇をな、見つきつけたものじゃ。これはバトル中に使えるただ一つの回復薬なんじゃ。よう聞くぞ。そうなんですか。わしの店で売っとるから忘れんようにな。なんじゃ。王世人さんに会いたいんです。世人さんがどこにいるか知らない？今日も花橋で立ち番じゃろ。川向こうにおらんか。そうですか。行こう、リョウ。ああ。リュウさん。ダイドウさん。どうした二人揃って。王世人さんは？世人さんに会いたいの。世人さんは老海山の方へ見回りに出てる。この先だ。
看板が出てるからすぐわかるだろう。そうですか。すみません。なんだ、どうしたんだ。二人揃ってこんなとこへ。聞きたいことが。ゴロツキの行方を追ってるんです。あの夜、二人組が来たでしょ。ああ、長髪の大男とスキンヘッドに蜘蛛の入れ墨のある男だ。詳しく聞かせてください。真夜中に寝てるとこへ押し入ってきたんだ。石堀氏はいるかって大声で怒鳴り散らしてな。うちは違うって追い出したらすぐに帰ってったけど。他に心当たりは？その後どこへ行ったかわかる？それはわからないが、俺も他にも二人組を見たやつがいるよ。酒場で会った男が話すのを聞いたんだ。顔に傷のある胴元だ。どんな傷ですか？大きな傷だ。頬にざっくり。りょう、その胴元に話を聞こう。ああ、探してみよう。すみません。なんだ、どうしたんだ。顔に傷のある胴元は？顔に傷のある胴元のことは、実は酔っ払っててうろ覚えでな。そうですか。